風がしっかりと吹いております。北寄りの風ということで、台風本体の雨雲はですね、海上に今進みつつあるんですけれども、風は強い状況、今日関東地方続きそうなんですよね。そして低い雲が速いですよね。風が強く、これは海からの湿った風を表していまして、関東地方は今日日差しはなかなか出ないんですよね。そして午後から東日本、西日本を中心に天気の急変に気をつけなければいけないんですよね。それで、じゃあ気温上がらないの、大丈夫なのとか思いがちじゃないですか。違うんですよ、湿度は高いんですよね。海からの空気も入ってきますし、東日本、西日本ともにジメジメ、ジメジメ、つまり猛烈な暑さはないんですよね。35度まで行かないんですよ。ですがジメジメ、湿度が大事なんです、熱中症は。だからしっかりと水分補給、そしてストレッチもしなければいけない。やりますか。ジメジメ、もうジメジメ。親指をこのまま、ジメジメって感じかな。あージメジメ、こっちもジメジメ、もうジメジメ。楽しくやってますよ。よくやるなって皆さん最近思ってるでしょ。楽しくやってますからね。楽しくやることが続けられてて、あーもうジメ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 。せいぜい笑ってください。でも笑ってる間にですね、尿で引き締まりますからね。夏になればもうなってるんですけど、どんどん薄着の時に二の腕たるんでると嫌ですよね。たまにはこうやってジメジメしながらね、やってね、いきましょう、引き締めていきましょうということで、本日もお疲れ様でした。はい、ジメジメ。ちょっと逃げないでよ。ジメジメ。ちょっとなんで無視するの、ジメジメ。